はいどうもこんにちは、カジマックです。今回この雑談枠でマック貯金中の僕がなんで先週末あんなに散財したのか、ポケット Wi-Fi 305ZT からプララモバイル LT に乗り換えた経緯なんかも含めてお話ししていきたいと思います。先日 Y モバイルさんのポケット Wi-Fi 305ZT を解約、そしてプララモバイル LT 定額無制限プランのキャッシュバックキャンペーンに乗っかって乗り換えをしたわけなんですけど、どうしてプララさんに乗り換えたのか、そして 305ZT2 年縛りの途中なのにこのタイミングで解約した理由なんかを僕なりにまとめてみました。そして今回は様々なチャンスに恵まれました。そのあたりもお話ししていきたいと思います。まず最初、昨年11月に契約した Y モバイルさんのポケット Wi-Fi 305ZT、 月間 7GB の制限はあるものの、待機制限後 0.5GB の待機制限解除が契約から2年間は何回申し込んでも無料、実質無制限にデータ通信可能なモバイルネットワークとしてめちゃめちゃ重宝してました。通信速度は激速で満足、エリアもドコモに比べると若干劣るものの十分満足、月額料金もめちゃめちゃリーズナブルな2241円と大満足な 305ZT。 最近謎の待機制限に悩まされているユーザーさんも多々出てきてるんですけど、僕が乗り換えを考えたのは 305ZT に待機制限の不穏な動きが現れる前だったんですね。じゃあなんで乗り換えたのか、その理由は単純に待機制限解除の手間にくたびれたからでした。僕は毎日決まってたくさんのデータ通信量を消費するわけでもなかったんですけど、たまに多い日は 2GB ほど消費してました。そうなると1日4回程度待機制限解除の申し込みが必要になってきます。これね、言葉にするとたった4回かと思われるかもしれないんですけど、 305ZT の場合実際待機制限かかってからだとルーター本体からの解除に結構時間がかかったり、また低速化状態の時は解除すらできないこともありました。なんで僕はスマホからマイワイモバイルに入って制限解除あるいは解除予約1回分の申し込みをしてたわけです。過去の動画でもその手順をご説明したんですけど、いやこれがなかなか結構な手間なんです。そしてその1回1回の手間ももちろんそうなんですけど、気づけば四六時中その解除のタイミングを測るようになってました。要は常にどこかで 305ZT のことを考えちゃってるっていうね。これね、僕の中では 305ZT の呪いって呼んでました。ああもうそろそろ解除しなきゃって思ったらまだだったり、仕事しながらずっと気にしててその挙句気づいたら制限かかってるとかね、そんなことを繰り返す毎日にくたびれちゃったわけです。もちろん逆に言えばたった数回解除の手間だけでめちゃめちゃ快適なモバイルネットワークを使えたわけなんで、決してディスってるわけではないんです。ただ使うユーザーさん次第ではそこがトレードオフとなるのかならないのか、結局僕は 305ZT のかまってちゃん攻撃に負けてしまったわけです。ということで僕はかねてからいつか戻る場所と決めていたプララモバイル LTE への出戻りを考え始めたわけなんです。でもそこへたどり着くにはたくさんの問題がありました。まずは 305ZT 2年縛りの違約金ですよね。これ本体一括購入の場合は一番安く済むわけなんですけど、それでも中途解約は1万260円のペナルティがあるわけです。それなのに今回乗り換えるにあたって新しくこの SIM フリーのタブレットまで購入したわけで、中には僕がやけになって以前からコツコツ Mac 購入のためにしてた貯金を全部使っちゃったんじゃないかって心配のメッセージを送っていただいた方もいらっしゃいました。本当その通り、全部使っちゃいました。冗談です、冗談なんですけど、それでも結構な金額使ってますよね。はい、それでは先週末購入したものや支払ったもの、その内訳を見てみたいと思います。まず最初、ポケット Wi-Fi 305ZT 2年縛りの違約金が1万260円、そしてプララモバイル LT 定額無制限プラン登録手数料が3240円、そのキャッシュバックキャンペーン対象の端末 A ターム MR03LN が2430円、さらにこのヨガタブレット8が29980円以上なんですけど、その合計金額がなんと63910円もかかったわけです。いや、かなり思い切りました。これだけの買い物をするのに思い切れた理由、それはたくさんのチャンスに恵まれたからだと思います。
先ほどからお話ししているポケット Wi-Fi 305ZT、 これって Y モバイルさんの提供するサービスを使うための専用端末となります。なんで今までは解約と同時にゴミになるんじゃないかって言われてきました。それがなんと SIM フリー化できるようになったんです。と言っても僕はそういうの全然苦手なんで、どうすればいいのかすらわからないんですけど、SIM フリー化できるようになったことで僕にもその恩恵があったんです。それは何かというと、中古品の市場相場がおよそ倍ぐらいに跳ね上がりました。これ解約後ゴミになると言われてた高性能ルーター 305ZT、 今大体の相場でいくと違約金の7割ぐらいに化ける計算となったわけです。今回の乗り換えに伴って購入したヨガタブレット2、これを購入することでそれまで使ってきた初代ヨガタブレット8が不要になります。でちょっと調べてみると、ヨガタブレットって玉数が少ない割に僕みたいな一部のユーザーには人気のある商品で、結構中古相場が安定してました。初代ヨガタブレット8の当時の購入価格が 14,588円だったんですけど、どうやら今でも相場的に 12,000円ぐらいで売却できそうだったんですね。そしてその上、このヨガタブレット2が先日の動画でお話しした通り結構セールで安くなってたんで、初代を売って買い替える決意をしたわけです。しかもこのタイミングでレノボさんのキャッシュバックキャンペーンまで始まったのは嬉しい誤算でした。これはもちろんプララさんの端末同時購入のキャッシュバックキャンペーンです。これプララモバイル LT の1年縛りは課せられるわけなんですけど、 18,000円キャッシュバックはでかいっすよね。で僕は MR03LN を選んだわけなんですけど、はい、もうすでに MR02LN 持ってるんですね。しかも今回 SIM フリーのヨガタブレット2も買ったんで、 MR03LN は必要ではないわけです。ぶっちゃけプララさんに限らず MVNO の LT 使い放題運用に最新ルーターってオーバースペックだと感じてます。なんで今回 MR03LN を購入してそのまま売却しようと思ったわけです。はい、長いっすよね。もうこの時点でご覧いただけてる方半分以下に減ってるんじゃないかと思うんですけど、もうちょっとだけ先を続けます。はい、ということで今回この恵まれたチャンスを生かすためにたくさん出費をした一方で、一旦手に入れたものも含めて今後僕にとって不要となるものは全部オークションで売却しました。まずポケット Wi-Fi 305ZT、 そして初代ヨガタブレット8、さらに新品の MR03LN、 この3つ、ちょっとねおまけなんかもつけたんですけど、この3点を売却した合計金額が 38,451円となりました。そしてさらにヨガタブレット2レノボさんのキャッシュバックキャンペーン、これでね3,000円返ってきます。そしてさらにさらにプララモバイル LT のキャッシュバックキャンペーン、これね 18,000円が返金予定となってます。はい、それではいきますよ。売却したものとキャッシュバックすべての合計金額、これがなんと 59,451円となりました。つまり先週の出費 63,910円に対して入金が 59,451円です。今回モバイルネットワーク乗り換えと SIM フリータブレットへの買い替え、それにかかった費用を全部差し引きすると合計 4,459円の出費となりました。ということで先週から1週間手間暇はかかったわけなんですけど、モバイルネットワークの乗り換えとタブレットの買い替えが終わりました。今回は思ってた以上のチャンスに恵まれたんで、乗り換えによる2年縛りの違約金も新しい SIM フリータブレットへの買い替えも全部含めて 4,459円です。今回は成功と言えそうです。ただもちろん個人売買にはリスクがつきもので、全てに自己責任が伴います。トラブルもあるかもしれないし、思ってた金額で売却できない場合もあるわけです。そもそも転売目的で商品を購入すること自体心よく思われない方もいらっしゃるかと思います。でもね、僕みたいに少ないお小遣いをなんとかうまく運用していろいろなものを試したいと考えた場合、今まで購入したものの中から必要最低限のものを残して持ってるものを売却していくしかないわけです。なんで今回全てが皆様のご参考にしていただけるような内容ではなかったかと思います。
特にプララさんのキャッシュバックキャンペーンはもう終わってるわけで、今後またあるのかないのかもわかりません。でもオークションや最近なんかではネットでフリマなんかもありますよね。手間やリスクはあるんで安易におすすめはできないんですけど、しっかり調べて把握して慎重に活用すれば結構使える手段じゃないかと思ってます。はい、ということで長々とお付き合いお疲れ様でした。最初から最後までご覧いただけた方がどれだけいるのか不安なんですけど、今回モバイルネットワークの乗り換えとタブレットの買い替え、いろんなチャンスやオークションを活用してなんとか出費を抑えることができましたっていう動画でした。なんでちょっとは出費したんですけど、 Mac 貯金は健在です。来週の Apple さんの発表楽しみに待ちたいと思います。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。